サマンサリノちゃん、うん、OK ですよ。今日も楽しいですね。おー、かっこいい。なんか口元がコトキ君とユミコさんってそっくりですね。これ、ミユキさんでしょ。かっこいい、うん。コトキとユミコさんは親子だもん、似てんの当たり前。自由が丘の見ちゃった。マウラーさんだよ。あ、来週火曜日食事。何すんの、おおってハワイから帰ってきてね、すぐ LINE 来たよ。おお、いい感じ。どうした、いい感じですね、おしゃれですね、うん、どうした、おしゃれになっちゃって、ね、うん、帽子かぶるだけでちょっとこう、いい意味で弾けた都会派のおしゃれになるね。帽子かぶってないとなんダメなのかしら。いや、違うよ、コスプレっぽくなっちゃう、こういうきれいめのブラウスとかは。はい、行きましょうよ。いい感じですね。はい、スタートです。止まってないよね。止まってないですよね。はい、はい、あ、今日もありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。島区インスタライブもチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はーい、はーい、うーん、やっぱいいね、このオリジナルブラウスね、いいですよね。最高、なんか雰囲気ありますし、はい、これサテンの黒着てるんですけど、うん、これ見た目よりも着てるとなんていうの、こう厚み薄さがちょうどいいっていうか、うん、重くならない、うん、からめちゃくちゃ着やすくて、うん、本当に厚さ感がちょうどいいんですよ、うん、人って重い感じじゃないので、うん、すっごい着やすい、うん、そういう思いで作ったんですけどでもめっちゃおすすめ。あ、そうそうそう、すっごい着やすい、うんうん、多少生地に厚みもあるからね、はい、うん、あるんだけど、うん、厚みを感じる厚みじゃないの、うん、そうですそうです、それがすごい、そう、シルフィーサテンだからね、うん、軽やか、うん、すっごく、あ、シルフィーデシン、サテンのような織り、体にこう重くなる感じが全くないので、はい、うん、本当にこれ着た方がより良さを感じます、うんうん、ですね、すごい着やすい、うん、すすす、こんばんは、本日もお忙しいところご対応ありがとうございました。明日届くの楽しみにしてます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。一点物とかいう意味を推しであまりね、うちはやってないんだけど、昨日の青コレクションサンプル一点物でした。もう最高ですよ。さすが、うん、三重カリメロさん、目が肥えてらっしゃる。スコーンってね、画面越しに届いたらびっくりすると思います。はい、そう思います。はい、完成度の高さと、うん、もう作りが全然違うからね。それすっと、うん、通した時に、うん、似た感じの白がね、今日、まあ今日ドカドカと、また全然違うので、うん、はい、入って、そちらのコートを全部着てみましょうということですね。2号店のみに着きました。まあ今日着いたからね、はいはい、この後どうなるかわかんないですけど、はいはいはい、今日のライブはですね、はい、メーカーさんに、うん、マレーラとかイブルースのメーカーさんに、うん、ちょっと何かいいコートありませんかっていうお問い合わせをしていましたら、うん、プレッシャーをかけてましたら、プレッシャーをかけてましたら、はいはい、本日いろいろ送ってくださいましたので、うん、そちらをご案内させていただきます、うんうん、ありがとうございます。感謝ですって、その感謝ですはこちらの言葉ですね。はい、ただめっちゃ喜んでもらえる様が目に浮かぶね、うん、いや本当着てすっごい気分上がると思いますし、うん、そうそう、もうぜひぜひね、はい、車の移動がほぼって伺ってますけど、はい、助手席にポンって放り投げてください。シワにもなりませんしね、うん、ほぼね、このぐらいの、ね、丈なので着やすいですよね、うんうん、よりかっこいいですよ。ポンってほっぽり投げてね、車降りるときにさっと肩に羽織ってもかっこいい、かっこいい、お袖通すとバッチリかっこいい、形綺麗ですもんね、うん、もうモードモードモードですから、もうワクワクを楽しんでください。さあ行きますか。はい、じゃあ今日のご紹介いきます。はい、
じゃあまずもうとにかく着ていく感じでいきますので、はいはいはい、ぜひご覧ください、うん、手抜きかい違うかな違うよ ね、 そのために黒でしっかりと下地を作ったという、はい、はい、うん、まずはこちら、うん、なんかねもう全部この辺間違いなくほぼコレクションサンプル一点限りってやつですね。同じやつをねオーダーしたお店はあったでしょうけど、シマックはこの辺はオーダーしてなくて、あのコレクションのサンプルこの辺を見てオーダーするかどうかっていう契約するかどうかってことなんですけどね、それらのサンプルを根こそぎいただいております。こちら、です1枚仕立ての、うん、1枚仕立てロングコートは入ってるんですけど、うん、こちらのハーフコートになります、うん、いいね、この丈もなかなか珍しい丈ですよね、うんうんうん、1枚仕立てで逆にさちょっとミニ丈の感じのあショートパンツとか、はい、ミニタイトとか、はい、ミニのワンピースなんかにパフってこの丈をあいいですね、うん、もうベリーベリーベリーキュートだよね、うん、いいですね、うん、いよいよ2号店ではディスプレイにコーディネートしないで上着だけかけてお客様に想像してもらうのを目的にこれはやってますって究極のディスプレイを始めましたねあ、形綺麗。いやいやもうどう見ても綺麗や。いやめっちゃ綺麗、うん、こういうの1枚しかもうかけてませんいやいや綺麗ですね。いよい会話に乗ってこないな。はい、このハーフコートで1枚仕立て、うん、で意外にあんまりあるようでなかったんですけど、うん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 、あとこの今年の特徴であるこの襟の大きさがむちゃくちゃ効いていて、うん、とてもかっこよい、うん、いやいや綺麗よねえ、うん、綺麗ですね、うん、すっごい素敵かっこいいと思います。あらもっこちゃんかっこいい女じゃない。いいですね、うん、あちょっと大人っぽくなった。大人っぽくなりました、うんうん、3歳が7歳ぐらいになった雰囲気ね色気は足んないけどそうそうそう。いやいやいや綺麗綺麗、うん、私もあの今、うん、初めて全部着るので、うん、はい、初見に近いです、うん、いいですね、うん、あとこのバックル、ね、バックルも同じ生地を貼っております、はい、包んでますね、はい、一枚仕立てのいい、ね、ハーフコートになります。綺麗ですね、ここのね、うん、一枚仕立ての良さってこう体に吸い付くような綺麗さってあると思うんで、うんうんうん、よりねここの感じが美しく、うんうん、フラッシュが効いてるね、はい、効いてますね。ショートトレンチなんだけれどね、うん、一枚仕立てで大きく襟を優しくしてるので、まあ、変形のショートトレンチですね。それにさもうクラッチバッグぐらいのちっちゃいバッグかスーパーデカバッグイメージはねうちにないけどね、もう2泊3日するぐらいのでっかいバッグもかっこいいしクラッチバッグをパコーンって手に持つのもかっこいい。ちょっと持ってみてもらっていいですか。これでもいいです。うん、もう黒のクラッチとか全然なくなったの。はい、ブルースのありますけど、うん、だって、うん、そうそうこんな感じいいね。あら、いいじゃないですか。おしゃれ。もうさ、このままどっか誰か友達と待ち合わせして、夜の街、少し食事してらっしゃい。じゃあ。うわ、素敵だよ。素敵ですよね。うんうん、この感じでいけるかなと思います。うんうんうん、よかよ。めっちゃ良かです、うん、はい、ライブ終わったらもう用がなくてもいいから出ておいでみたいな。さまようだけ。そうそう、さまようっておいで、はい、やばいね。こちらの、はい、きれい1枚仕立てですね、はいはい、1枚仕立ての、うん、こちら羊毛60-0440です、はい、40サイズ、はい、119,900円になります。はい、はい、値段はある程度可愛くないとは思いますけど、まあ去年すごいこうロングコートよく売れたけど、今年去年ほど着数ね用意してなかったんで売れ方のスピード一緒ぐらい。良いというか展示会でもそんななくてですね。いやいやだから、
よく出ますねっていう話。やっぱりコート人気ですね、うんうん、で今度はやっぱりコートっていいですねって、もう本当にいいですよね、本当に買っていただきましたからね、もう早速、うんうん、あれもうね、うん、今日木枯らし1号吹いてるから、うんうん、着られますよね。今日はもう着て いらっしゃったんじゃない、ね、うん、そう、みえさんもお待ちください、明日の木枯らし2号ぐらい、本当ですよ、うん、間に合います。こちらが、うん、白のね、はい、白の、はい、膝、私が着て膝下丈のコートになります、うん、従来これが普通のロングコートだけどね、うんうん、はい、スーパーロングが今年多いですからね、うん、はい、こちらやっぱりこの襟の大きさ、うん、そうですね、あのすごく特徴的だと思います、はい、でやっぱりこのステッチな付き方、うん、ね、はい、がとても綺麗、はい、うん、ベルトはなくて本当にファッと着ていただく感じのものになります、うんうん、ね、優しい、うん、それ襟立てるとどうなるの？待機しております、着る日を、週末にリブニット見に行きます、って、あ、お待ちしてま す、お待ちしてます、色が増えております、あ、それダメ、好き、あら、まあ、あら、まあ、うん、あら、まあ、白ですしね、うん、これもうファッと着られる感じ、襟、うん、立てるぐらいの方がいいね、優しい女らしいデザインだね、襟が、そうですね、逆に少しあの強めに芯を、はい、まあ、生地の厚みと芯の張りがスカーンってで、はい、なってるから、ちょっと立てた感じでそうやって着る方がより、はい、うんうん、モード感が出るのと、うんうん、あの襟を立てて着るあの無理っぽさがない、うんうんうん、単純にそういう感じで襟にするっていう着方いいかも、はい、こんな感じで、はい、うん、ぜひお試しいただきたいです、かっけーね、かっこいい、うん、ね、よろしいかと、白いコートも素敵ってね、素敵ですよね、ね、ね、なんか嬉しくなるね。こちらは、はい、でサイズ違いがございます、はい、あ、こちら羊毛100のコートになります、うんうん、で私が今着ているのが36サイズ、はい、マレーラで36って珍しいんですけど、そう、俗に言う3号ぐらいなんですよね、ただコートだから ね、分量感になるコートなので、ね、普通の9号サイズの方で全然平気、うん、こちら36サイズで、はい、こちらが40サイズになります、はい、ちょっと着てみます、はい、表示上はこちらで S なんですけどね、はい、コートの特性とデザインの特性から言ってどっちもサイズ感一緒ぐらいに見えますね、うん、そうですね、なぜかね、36とかいうのも作って36のコートの初めてだね、初めてですね、うん、まあお任せで送ってもらったから、これは製品なんだね、どっちかね、そうですね、こっちか、36のが製品か、うん、40もですよ、あ、そうか、うん、じゃあこの辺はもしかしてキャンセルになったのかもしれないね、うん、いや、もう着た感じ全然変わんないよね、一緒だよね、うん、何が違う？袖の長さか、うん、確かに分量感も、うん、なんか言われてみれば違うような気がする、うんうん、ね、3サイズ違うからね、普通に言う3サイズの違いはないね、この襟、うん、そういう感じで着るとすごくいい、すごくいい、あと着丈もちょっと長くなってる、うん、それはそうだ、通常こちらの40が、うん、あのなんていうかな、まあ40、42が、はい、まあ、うちの普通サイズになってますので、そうですね、そうですね、はい、白に黒のボタンが効いてます、効いてますよね、うん、いいよね、このね、こういうね、ボタン選びも間違わない、スッと入る、肩をドロップして裾をキュッと入る、コクンっていう大げさな感じじゃないんだけど、うん、ナチュラルコクンか、そうですね、うん、スッとタイトに入ってますね、うん、あ、いい、あ、締めた感じもいい ね、この襟の感じがいい、うん、いいですね、この締めた感じも、うん、そうそうね、うん、あ、いいじゃない、お、いいじゃん、かっこいいですね、えぐい、うん、うん、ナチュラルにえぐい、とてもおしゃれです、白ですよ、白、
冬の本当に、うん、しかもそろそろ口を災いのもとっていうこともあるから慎もうと思うんだけど、冬に安っぽい白は残念すぎますからね。そっか、白ってね、うん、冬特に高度系、はい、いい素材でないと冬は手出したらダメ、ペナペナしたらダメですね。そうそう、ペカってペカってペランってしちゃったらもうひどい、寂しくなっちゃいます。もうバスへどころかどこも雇ってくれない夜の仕事の、はい、疲れた人になっちゃう。まあそういうイメージもつかないと思いますけどね、皆さん。はい、こちらが羊毛尺です。はい、129,800円になります。うんうんうん、襟の大きさと袖のゆったり感のバランスがいい感じですね。本当に素敵って、本当にこれも似合うと思いまする、ね、皆さんすごい、このね、なんかかっこよさとこのクラシック感がすごく、うんうん、絶妙ですよね、うんうんうん、バランスが。先日買っていただいたのは超ロングだったっけ。超ロングの、ね、はい、オフベージュみたいな ね、 そうですね、クリームっぽいね、はい、よかったよね、はい、また全然雰囲気違うね。全然違いますね。日曜日いらっしゃった時にぜひありましたらお袖通してみてください。じゃあ白つながりで、うん、これね、これね、この今日チェスタータイプ、そう、三重カリメロさん買っていただいた形とほぼ似てますけどまたちょっと違います。これも白だ、ね、素材とか多分全然違いますね、うん、素材が違うの、素材が、うん、もっとこうスムースな感じなんですよね。はい、そうです、そうです、はい。こっちは素材をちょっと引っかいたような感じ。そうですね。向こうはシャギーとまでいかないけど、はい、 はい。でもかっこいいね。そう、1日2回の着替えいいんです、大事です。お、かっこいい。かっこいいですよね。その場合中のブラウスのリボンをちょっと襟外へ出そうよはい、甘くなんないじゃん、うん、お、かっけーやん。かっこいい。マレーラのチェスターってすごい形が綺麗で、かっこいいね、うん、チェスターだよね。かっこいいんですよね。いやー、これもいいねっていうか、この形好き。いいですね、うん、で、このちょっとね、オフベージュっぽい感じの色なんです、はい、うんうん、ね、白じゃないんです、うん、それがまたすごいいい色で、はい、これもねちょっと起毛してます、はい、ボタンはちょっと黒っぽい感じの、はい、このね、コントラストいいですよね、うん、はい、チェスターもかっこいい、好き好き、よかったね、かっこいいですよね。グッグハートってルミナスさんもいいよね、うんうん、あと襟がやっぱり微妙にやっぱりちょっと変化してる気がする、うんうん、お、ジョーも参加してきたよ、いいわ、いいですよね。そう、あとこの肩のラインもかっこいいですし、うん、いや、かっけー、すごい綺麗、めっちゃ綺麗、かっけーですね。あと、ね、素材がすごく厚みがあって、うんうんうん、めっちゃ気持ちいいです、うん、皆さんグー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 ですよね、うん、たまりませんって、すごい気持ちがいい、かっこいい、かっこいい。お写真もあ、はい、ちょっと悔しいけど見とれてしまいました。本当ですよね、うん、はい、めっちゃかっこいいです。いや、いいね、マレーラのチェスター、はい、かっこいいですね。こちら42サイズです、はい、羊毛80、うん、ナイロン20です、うん、まあ、普通に9号ですね、はい、92,000円になります、うんうん、はい、いいね、いい、このシリーズいい、とてもいい、うん、んで、うん、何から行く、迷っちゃう。いやいや、順番に来てください。うん、これはおそらく以前にご紹介したことあると思うんですよ、うん、ヘリンボーンのコート、うん、それが再びやってきました、うん、グレーとか今年いいんじゃないかな。いや、かっこいい、やっぱりかっこいい、めっちゃかっこいいんだけど、めっちゃかっこいいですよね、うん、すいません、ここちょっと撮っていただいてもいいですか。めっちゃかっこいいやん、
横のスリットといい、はい、あなたのおそらく勘違いと思う。いや、かっこいい、かっこいいですね。これも襟立ててみそう。かっこいい。これあのダブルなので、うん、身頃の分量感があって、うん、このたっぷり感と、うん、このシャキッとした感じが、うん、そのコントラストめっちゃかっこいいコートになります、うんうん、うわ、ボタンしてみて。スリット、うん、はい、もうなんか入っちゃってね。入っちゃいますね、うん、コート、うん、サイズの話じゃないよ。いや、リボン外で出した方がいいよ。いいですか、うん、入っちゃってるね。なんか自分が、うんうん、自分がモデルになっちゃってるねって話で。酔っちゃいますよね、うん、だから酔ってるコートのかっこよさで、うん、どれもいいな、ため息出ますって。出ますよね、これ出さない方がよかったですか、うん、どっちでもいい。で、キュッて結んでみて。襟は立てた方がいい、やっぱりうちとしては。うんうん、そのぐらいでいいよ。で、ベルトをキュッて結んでみて、思いっきり。うん、なんかベルトの結び方がいまいち。あなた何年やってんのみたいな。長さもまあいいや、はい、切れそうだから。あ、いえいえ、すみません。ライブ中に、はい、やってられませんとか、コート脱ぎ捨てそう。モッチーさん、どれもこれもかっこいい。いや、コートがね、コートがいいんですよ。これだけ形がいいから、うん、やっぱり、うん、私みたいな、なんかね、小柄で、うん、薄めの私が着ても、うん、本当にかっこよく見えますよね、うん。いや、かっこいいし、やっぱりコートって素材に厚みがあって、はい、しっかりできた上で形がモードしてるっていうのが、うん、まあ当たり前のように大事なことなんだけど、はい、やっぱり一般的に5万6万でコートはね、ないと売れないからとかいうような作り方になってっちゃうと、まあ、国産のメーカーがみんなそうだけど、もう全く別物になっちゃうよね、うん。やっぱりコートとしてのかっこよさを追求していくと、はい、こういう生地でないとかっこよくできないとかね、うん、そういうところからスタートする部分全く違うから、うん、あの違って当たり前、普段ね、街中、例えばデパートでも、あと、まあ、なんだ、ターミナルでも、うん、そういうところに置いてるコートとは全く別物です。ですよね、うん、もう一線どころか二線三線貸したようなものになってます。いや、本当に着た時のこのたごみ感とか柔らかさと厚みで、はい、ナチュラルなこのラインがで、カーブが出るじゃない、それぞれに、はい、うん、そうです。ライトグレーのヘリンボンです。かっこいいんです。はい、この襟の大きさ見てください。ドモードでございます。かっこいいですよね、はい。で、こちらが、うん、42サイズ、羊毛73、ナイロン22、その他3、はい、で12万1000円になります。はい、12万1000円です。今日はモッチーさんはベースを作るのにヘリンボーンでロングのダブルかっこいい。 YK さん、昨日ご覧になってないと思います、すいません。今日入りました。今日入りました、はい。なので、ありがとうございます。あの、お取り置きをぜひ、はい、あの、いらし、お取り置きにいらっしゃる折にはぜひ来てみてください。それもまたえぐいよね、はい。これが、うん、それがもう王道、チェスターの王道みたいなね、ですね、今バージョン、ね、はい、あんまり見ない感じ、はい。これイブルースのコートになります、はいはい。羊毛モヘアの、うん、すごいです、シャギーです、はい。もう値段一切見ておりません。このね、クラシック要素、うん、来たらどうなるか。ク
クラシックなわけではないんだよ、うん、チェスターをクラシックっていうならばすべからく。これチェスターなんですか。もうチェスターの基本だよ、ダブル、チェスターダブル。かー、おー、マニッシュでさ、すごいですね、うん、マニッシュだ、うん、これなんかそのこっち大好物だよ、バッサーっとね、そうそうそう、結構長めですね。あ、私が着て膝、みゆきさんも好き、足首これね、あのかっこいいですよ、みゆきさんもすごいこのバッサー感、うん、あのお似合いですもんね、かっこいい、バッサーって着てるんだけどメリハリのあるかっこよさっていう感じです、うんうん、この長さもめちゃめちゃかっこいい、うん、襟の作りがもうバカーンって決まってるもん、本当ですね、そう、それは本セッパ、これはいや縫い付けですね、縫い付けかだけど縫い付けです、はい、はい、かっこいいですよ ね、このシャギーがまたいい感じ、ちょっと触らせて、なんか触りたくなっちゃう、あ、厚みがあってしなやかなんです、スーパー豪華なシャギーで全然ごわつかない、うん、でこれはベルトはないです、うんうん、こんな感じになります。今あるスリットのマレーラより長いって、長いんじゃないこれね、一緒ぐらいか、一緒ぐらいだ、スーパーロングでね、はい、一緒ぐらいだ、125センチから127センチあると思います、うん、次から次へとたまらんち、たまらんですよね、うん、これなんかもうすごいよ、うん、はい、これかっこいい、かっこいい、惹かれますね、かっこいい、なんかこのバレンチのとか、あのなんだ今バレンチェロチのガラバーニとか結構おせおせでやってるんだけど、あとあれあビビビバレンゼーラじゃないよ、なんだっけ、バレンシアガ、バレンシアガとか、はい、もう負けてるね、こっち勝ってるねみたいな、結構マニッシュですよね、いやいやいや、かっこいいよ、めっちゃかっこいいです、うん、君が着てもかっこよくなるもん、あのコレクションを着てる感じ、ね、ちょっと迫力ありますよね、うん、だって、うん、もう王道だもんこれ、うん、そう、先日のチャコールグレー、これはグレー別物です、あ、はい、はい、そう、あのシルエットの出方が全然違います、もうそういう風に見て書いていただけることが幸いです、はい、ありがとうございます、はい、もうチャコールとグレーは全然違います、はい、はい、こちらかっこいいよね、このほらパイピングがまた効いてんのよ、効いてますよね、くない、イタリアーナって感じよね、効いてますよね、はい、本当に見事、うん、これはなんかあのそういうわけではないと思うんだけど、イタリアの工房の職人さんがさ、うん、手ね、もう一つ一つ切って、うん、あのやったみたいな、うん、手縫いしたみたいな、うん、はい、本当に綺麗、はい、こちらが羊毛50、モヘア33、ナイロン17です、はい、15万4000円になります、はい、裏地が綺麗って見るとこ違う ね、こういうとこ大事ですよね、うん、5000年ファッションに狂ってきた女王、見るとこ違うよ、そうですね、うん、その裏地の白のパイピングの太さは何ミリとかね、あ、そうですね5ミリです、うん、惜しい、 4.8 ミリで抑えて欲しかったみたいなね、もう見るとこ違う、そこね、そうそうそう、見るとこ違いますね、そうそうそう、確かに それは、うん、確かに違うで次こちら、はい、あのこの間先日、ね、入ってすぐね売れたやつの、うん、あのコレクションで、サイズ違いが来ました、はい、ネイビーの、シャギーのコート、はいはい、羊毛55、アルパカ45になります、はい、うん、これあのパパって出ちゃって、そうですね、の後お問い合わせもあったんですけど、あ、うん、あっという間にこれ出ちゃって、はい、ちょっとご用意できなかったんですけど、はいはい、こちらが入りました、これもね、もうね一目惚れって感じでしたよ、ですよね、うん、形綺麗ですもんね、そこまで行ったら嫌味よね
何をおっしゃいますやら、嫌味にもなんない、そうそう、なんない、説得力があって、そう、はい、こちらかっこいい、うん、羊毛アルパカ、うん、かっこいい、綺麗、形綺麗ですよね、綺麗本当になんか嬉しくなるね、はい、もうでも今日紹介する部分でマレーラ、イブルース、うんうんね、うん、マレーラのネイビーはとてもいいお色ですよね、そう、そう、いい紺ですよね、うん、あとこれ素材のね、織、糸の織りの感じのね、うん、表面の出方もね、はい、めっちゃ気持ちいいです、そう、絨毛のようですよね、はい、なんか毛をあのカットした、毛皮をカットした感じの、そうそう、ムートンをカットしたみたいな、そうです、そうです、で柔らかいウールですからね、うん、厚みがあってね、でも、あの、ほんとごわつかないですし、うん、見てください、このシルエット、本当に綺麗さ、ね、結構絞り込んであるので、はい、結構これタイトになります、うん、こんな感じで綺麗、結構タイト、うん、こんな感じになります。これ買っていただいた方はやっぱり2ヶ月に1回ぐらい海外仕事を行ってらっしゃる方でね、はい、まあ、やっぱりこういうのをパッて着ていって、うん、仕事着にもそのまま使えるような、あ、往復とかね、これはね、シワとかにもならないですし、うん、あの、持ち運びもすごいしやすいと思うんですよ、うん、いや、かっこいいね、そうやってるだけで見て、もう完璧になりきれてない、いい女に、あ、気持ち、すいません、はい、酔ってましただよね、はい、見てるだけで勘違いしそう、うん、モッチーさんじゃないみたいだもん、あ、うん、じゃないと思っていただいて結構です、うんうん、だよね、うん、いじれないわよ、あなた、ね、うん、本当にマジですっごい着やすい、はい、うん、もちろん、あの、重くありませんので、うんうん、で、こちら、あ、でも本当にすごいよね、すごい、こちらが羊毛55、うん、アルパカ45、うん、40サイズです、うん、196,900円です、はい、まだ何着もあるよね、あと、うん、あと3着、うん、4着まだ4着あるじゃん、うん、そして最後にとどめをあれを着たあ、これ、うん、違うよ、ボアのこれ、あ、ボアですね、うんうん、分かりました、うん、とどめにこれなんだ、うん、ですね、次はその色も持ってないわ、コレクションしたいって、あ、みゆきさん、コンってない、なんかあんまないですよね、うん、今までね、うん、ちょっとまだ最後までご覧ください、うんうん、これもかっこいいよね、これが一番長いんじゃない、これ長いと思う、ね、うん、引きずるぐらい、スーパーロング、130cmありますね、これめっちゃマックスマーラーですよね、うん、もマックスマーラー、めっちゃマックスマーラーなマレーラのコートが来たんですけど、はいはいはい、こういうなんかちょっとガウンみたいな感じで、同じ会社だもんね、このステッチの入り方とか、はい、本当にマックスマーラーですね、めっちゃマックスマーラーだなみたいな、うん、こうなってくると何のためにのセカンドラインだったのか分かんないけど、そうですね、引きずらないでね、長い。ちょっと私が着て平気かどうか分かんないけど、はい、ね、もう君が着たら引きずっちゃうんじゃないかぐらいの、あ、大丈夫だ、はい、あ、ギリギリですね、うん、めっちゃマックスです、はい、高松ちゃんが着たらちょっと上がる、うんうん、こんな感じで、はい、もう私が着て、うん、足の甲にかかってる、うん、感じかっこいいですね、はい、かっこいい、かっこいい、これはこれでで本当かっこいい、うん、この分量感、はい、あのバサッと着るタイプでラップコートになっているので、はい、この分量感がもう本当かっこいいかなと思います、はい、こんな感じです、うん、あとお袖もこのめちゃくちゃたっぷりなんですよ、ね、うん、太さとね、はい、このわざとこの分量感たっぷりに作っているこの感じがめっちゃおしゃれです ね、はい、ね、もう素材仕立て全部デザイン、はい、これはマックスマーラですね、これマックスマーラですよね、うん、紛れ込んだみたいな感じです、うん、そういう言い方でしたらマレーラに失礼、あ、そうですよね、うん、マックスマーラーマレーラ、はい、若々しいマレーラ、そうですね、はい、いや、めちゃめちゃかっこいいです、はい、照りがね、はい、生地の照りがもう贅沢、うん、
あとこのねマレーラのこのベージュって本当綺麗ですよね、うんうん、キャメルって、はい、本当にいいお色です。こちらが羊毛100です。はい、高そう。42サイズ、185,900円です、うん、なんとかセーフティーかな。42サイズって言った時42万って言ったのかいやもうすごいんですよ、ね、あの中も全部こうステッチが入っていて、はい、うんうん、内側もすっごいなんか綺麗なんですよ、うん、ね、作りが違うよね、はい。そして残り三重カリメロさんがね、まさしくマックスマーラーですね、持ってる黒にそっくりです。あ、うん、本当にそんな感じです、はい、マックスマーラー的な感じ、はい、で今度こちら、うん、三重カリメロさんマックスマーラーも持ってたんじゃない。ね、だからやっぱりお好みが合うかもしれない、うんうん、いや合ってるんだよ、合うんですね、うん、これがさっきのチェスターフ、もうこれ、あ、いや、これもいいね。これはこれですね。すっごい綺麗。うん。このちょっとね、レディーな感じの、はい、あのメリハリ感、めっちゃ綺麗ですね。はい、うん。あら、いい色。ねえ、うん、巨峰みたいな色。うん。まあ、いつも言ってますけどね、マレーラはあのマックスマーラーの最初のセカンドラインのブランドなんですね。うん、そこからもう50何年前に分離、まあ、別のブランドとして独立した形でやってますけど、分かりやすく言うと同じ敷地内にマックスマーラーがドンとあって、その横にマレーラの、ブランドがあってイブルースがあってっていう感じの、位置づけなので、はい、マックス&コーとかね、ウィークエンドとかはこれ マレーライブルースの後のセカンドラインになってますね。はいはい、はい、もうめっちゃかっこいい、うん、あら良きお色、良きですよね。っていうかとにかく綺麗だよね。綺麗、本当に綺麗どれもこれもね、これが本物ってやつだよね、うん、かっこいい、うん、綺麗ですよね。もうね、堂々と綺麗、堂々と綺麗ですね。そうそう、あ、写真をね、あ、はい、マジで嬉しくなる、うん、あとこの色、色、うん、すっごい美しいです。美しかよ、うん、いい。でちゃんとこのハンドステッチがついております。 ね、うん、ね、フレア感たまらないですよね、うん、いや綺麗、本当に綺麗、すっごい綺麗。やっぱりこのさ、このグループっていうかコートに関しては右に出るブランドないね、うん、本当に綺麗だよ、全部違う、うん、格を感じますって。いや本当ですよね、格を感じますよね、本当に美しい、うん、いい色ですね。マックスマーラーをやろうとは思わないんですけど、自分の中で価格がどうしてもこうイコールにならないんで、でもやっぱりね本物だわね、うん、長くスーパーブランドやってるところってね、ものづくりのアプローチがもう全く違うから、うん、完璧、うん、本物、えぐい、かっこいい、綺麗、以上ですかね。こちら40サイズになります、はい、羊毛80ナイロン20です、うん、こちらが103,400円です。うん、103,400円、はい、これいいですね、うん、ね、綺麗よ。それとあの白も綺麗かった、綺麗、その純粋にチェスター、まあ、純粋チェスターはあの白だけどね、昨日の青とか。そうですね、うん、次がこちらです、うん、これもまた女らしか色ね。これあの紺とブラウンでご紹介しているもののお色違いになります、うんうん、はいはい、あの例の美人コートって散々言っているものです ね、はい、ですね、うん、さあ美人コートが合うか。この色珍しいですよね、うん、ちょっとこうライラックカラーというか、うん、ちょっと気をつけてね、あ、でもやっぱり綺麗、あのね浮かないんだよね色がね、浮かないですね、甘くならないのよ、うん、
わあ、いい色、うん、いい色すぎて照れるぜ。美人コートよ。美人コートですよね、うん、あなた美人に見えるわよ、うん、美人コートのおかげで、こちらこのスリットの深さが本当に魅力、はいはい、であとウエストの高さですね、うんうん、そうだね。これ本当黒系にもブラウンにも合う色ですね、うん、はい、今日、モッチーさんにキャップをかぶってもらってるのには訳がありましてですね、このボディを全体を黒で作りたいね、作った上でコートをいろいろ見ていただくのが一番分かりやすいよね、しかもこのシマークオリジナルの帽体のブラウス、これが今旬なので冬場が一番旬になりますから、そのために襟を高くドレープをあの首元できるようになってますけど、うん、それだとちょっとモッチーさん着るとみんな素敵で分かんなくなっちゃったってですよね、はい、本当に思うと思います、うんうん、まあ、モッチーさんがあの帽子がないで着ちゃうとなんだ何ですか、コスプレみたいになっちゃうのでそれでキャップをかぶって、もうちょっとオブラートに、うん、妙に妙にエレガントになるのを避けるためにキャップをかぶってもらいました、まあ、そういう理由です。でちょうどいい感じになるかなという狙いです。いや本当に綺麗でかっこいい美人コート、うん、ね、みんな素敵で分かんなくなっちゃったの後に同感です。分かんなくなっちゃうんですよね、羽織ってるだけで綺麗だよね。あと長さとそのサイドのラインのスリットの深さ、これ長いですね、うん、長いよ。さっきの何でしたっけ、さっき聞かれたのグレーのでしたっけ、グレーのヘリンボーンでしたっけ、うん、長さ、うんうんうん、あれより長いか、あれより長い、あれより長いです、これが一番長い、はい、あとそのキャメル、ね、うん、そうそう、これあの私が今着ていて足の甲にちょっとかかるぐらい、うん、まあ、引きずるぐらいなんで130センチありますね、はい、おそらく結構長いですね、はい、こちら、はい、4問100です、42サイズ、はい、169,400円になります、はい、いや綺麗だね、これも横スリット後ろスリットみんな素敵で私も分からなくなっちゃいます、みんな皆さんダメです、分かってくださいどれもいいんです、どれもいいですよね、そういいと思ったやつを全部気持ちは買っていただくといいかなと。本当です。あとこれが傑作だよね、今日の今日の隠れた傑作、これがうん、潔いんですよね、マレーラのコートたち、その通りです。で個人的に今日の入ってきた中で大ヒットフェイクレザーの内側キルティングのコートになります、うん、はい、うん、あのねフェイク嫌いの本物好きのファッションさん、フェイク嫌いって言い方変だけど、あのだったら本物がいいって、これはね本物見た感じ、うん、どう見てもフェイクに見えないの、まあ見える見えないってことじゃないの、出来がめっちゃいいの、うん、そして中のキルティング、そう見てください、そうキルティングってあったかいんですよね、あったけえよ、あったけえよ、すっごいキルティングがあるとあったかいので、うん、あと形良くないですか、かっこいいですよね。これはねちょっと俺今日はねちょっとハレーション起こしちゃった、なんでもない感じなんだけど、なんでもある、こう着てるだけであったかいですね、うん、これで革だとちょっと嫌味っぽい感じもするじゃん、はあはあ、贅沢すぎてみたいな、ちょっとずしっと見た目の重さは出ますよね。なんて言うんだろう、これファッションになってんだよね、あの、うん、革で悪いはずはないんだよ、革でも最高に革でいいんだけど、うん、本革に負けない、逆に合皮であるからこそこれ生きてるね、うん、そんな感じがします。めちゃめちゃかっこいい、すごいですよ、です、うん、これはサイズなんですか、こちらですかね、うん、おそらくこちらかな、はい、ですね、キルティングがある分ギュッてなるんですけど、ね、うん、そうなんないよね、あなるんですけど、うん、サイズ的には42です。あそうなんだ、はい、ギュッてなる、アームとかキュッてなる、ね、ああそうかそうか、はい、うん、でもあったかいから、うん、なんか薄手のニットぐらいでもう十分って感じ、ね、うん、ブラウスで十分じゃん、十分って感じ、うん、めっちゃあったかいです、うん、いやこれかっこいいよ、うん、
これいいですよね、バッサリ着たい。ちょっとね、贅沢よ。かっこいい、うん、あれのキルティングバージョンに似てるのかな。そうですそうです、うん、合皮だからこそのファッションだと思います。これ合皮って、ただ合皮に見えるっていうのはすごい嫌じゃない。はい、光り方とか、これは合皮に加工してダメージを与えたような感じになってた加工の、なんていうのかな、素材で作ってる。要するにダメージを与えて洗いにかけたような感じの合皮で作ってるから自然なの、うん、すごい自然です、見え方がね、うん、小さめかな、じゃないな、小さめではないんですけど、うんうん、中にこうキルティングが総キルティングだよね。そうですね、総キルティングなので、アームの全体の作りの割にはそのキルティングで中少しこう圧縮された感じになってるんで、それ通した感じはぴったり感があるかもしれないです。はい、サステナブル時代だから合皮比較 OK ですね、ですね、うん、もうバッチリですよ。もうなんか合皮は合皮でちゃんとジャンルがもうありますよね。そうだね、っていうかこれはもうそっちじゃない、はい、単純にコレクションっていうジャンル、うん、すごいね。あと本当マレーラの合皮ってすごい持つんですよ、うん、なんていうか物がいいんで、いやいや、もう全てピンから切りまで皮も、すごく、うん、はい、だから合皮だからみたいな感じじゃないですね、うんうん、ちょっとそのねポッケに手突っ込んで少し開いた感じ、そうそう、見えるそのキルティングがおしゃれなのよ。キルティングかね、うん、ね、かなりサテンの光沢のあるキルティング使ってるから、はいはい、ちょっとね、そう見え方、このそうポコポコの感じの光の凹凸、うん、それがすんごい美しい、綺麗なの。めっちゃあったかい、うん、ポカポカしてくるんですけど、うん、なんでこの、うん、すごい君にも似合うよ。ポカポカ、あ、なんでそんなどもるんですか。これ形いいから、いや、こういう正統派のかっこいいやつって君になんか似合わない気がするんですよ。やっぱマレーラだから、そこは。そうそう、あ、そうか、マレーラなんですね、うん、その結び方とか不器用でさ、見ててなんかイラつくんです。あ、よかった。あら、なんで片方通すかな。リボンにしちゃっていいのに、なんか嫌なの？リボンだとボリューム出るんで。はあ。あんまいいや、長さが不器用。はい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 、はい、で襟を立ててみませんか。いや、かっけー。でリボンを、うん、結びを外へ出して、さっと下がりはいいから、そのもう全然合わねえな。よくやってるよねライブ。合わないっすね、本当に合わない。リボンも片ピッコです。うん、はいはい、まあなんとか、でもかっこいい、服がめっちゃあったかいんですけど、うん、あ、そっちかい、すっごいポッカポカする、うん、こっちか、まあ、なんですかこれ、すごすぎる、うん、なんかアピールする場面が全然違うね。めっちゃかっこいいんだけど。でも着てると、うん、手の指先までめっちゃあったかくなってくるんですよ、うん、ちょっとびっくりします。見てるとめっちゃかっこいいんですけど、全然噛み合わない。噛み合わない、はい、コメントも合わない、はい、こんな感じで、うん、超かっこいいです。困った人だ、本当に服に救われてるよね。はい、こちらが、うん、42サイズ、はい、ポリエステル100、うん、13万7500円です、うんうん、かっこいいね。かっこいいですね、もう作りが違いますもんね、うん、いや、もう全然違うよ、全然、見てもらって、裏もすごい、まあ、裏もっていう、なんかこうね、いつも言うようにどっかクロークとかで預ける時とか、うん、気持ちよくね、何も考えず気にせず気持ちよく渡せる、すごい、これはすごい、照れるような着ていくのは君くらいで。皆さん堂々と渡せる服だ。いやいや、すごいすごい、素敵素敵、うん、
はい、今日入ったのはそんな感じで全部ですか。はい、今日入ったのは以上です。はい、そして、はい、さっき言ってた今日の寒さいよいよこれですよって、はい、モッチーさんに怒られました。全然今着せてるのがマレーラ系がほとんどなのでコート、やっぱりやっと寒くなったので。ロングでしょ。あ、ロングですか。合わないですね。だって寒いからロングでしょ。今ロングを着てるの。合わないですね。よく15年もやってるよね。すごいよね俺の。すいません、対象違うか、中島さんのね、よく俺耐えてるなって。うん、俺ができてんだよね絶対、はい、そうでもないか。はい、その通りです。うん、そして、はい、いよいよこの時期になりましたねっていう、うん、寒くなったので、はい、こちらの出番かと。はい、ね、ほとんどっていうか一切まだディスプレイにも使ってないし。そうですね、ポンチョとか短丈が多かったので。はい、はい、インスタはポンチョでしたねって。そうです、そうです、ディスプレイポンチョでした、はい、なのでもうそろそろロングの出番かなと思います。うん、はい、そうですね、ディスプレイに一切使ってなかったのでね、はい、今日1号店は早速先ほどモッチーさんに怒られましたのでウィンドウにこちらを着せてみました。はい、はい、こちらのロング、うん、とりあえず3色着てもらって終わりにしましょう。はい今日の締めはベアベアちゃん現実に戻りましたそうです。はい、あと白が、ワクワクの場所が違うのね。はい、先ほどのマレーラシリーズとこのベアベアちゃん、落ち着くワクワクこれはなんかシンプルに楽しめる、うん、そうです、そうです。この色いいね、ロングはね特に、このアイスグレー、うん、そうね、今のところ、グレーとそのキャメルがね人気だけどね、うん、これからはこの色、白ではないんですよ、はい、ちょっとアイスグレーみたいな、はい、オフベージュみたいな色です、うん、はい、出来は完璧です、うん、ビアコートね、かっこいいです、はい、もう一色出せますか。やっぱりこの色いいね、かっこいい、この色もいいですよ ね、うん、いやーいいわ、着やすいし、あったかいし、うん、なんかいい、ね、うん、グッドです、グッドです、はい、なんか撮るの忘れてたような気がするけど大丈夫かな。こちらの、ベアコートが32,780円です、はい、ワンサイズのみです。1枚ずつしか撮ってなかった、大丈夫か、大丈夫です、はい、うん、大丈夫です、はい、そんなところですかね。はい、はい、今値段言ったっけ。はい、言いました。はい、そんなところですかね。じゃあ今日は、急遽入荷しましたコートをご紹介しました。はい、またよろしかったら、すごいいいものばっかりなのでぜひお試しいただきたく、ね、皆さんお買い求めいただいてますけど、はい、もう一つどうみたいな感じだよねはい、はい、はい、本当におすすめです。いいものばっかりで本当迷っちゃう。いいよね、良い、またデザインがねそれぞれに違うじゃない、はいはい、素材の感じも、はい、作りも、はい、全部違うし、うん、困っちゃう、困っちゃう、本当困っちゃう、困っちゃう時は前に進む、あ、そうだ、はい、着てみる、そう、はい、そんな感じですね。おすすめです、はい、はい、最後は合うねはい、ありがとうございます、はい、じゃあそのようなわけでして、はい、今日のライブは以上になります、はい、次回は土曜日8時半からの、うん、目白ライブになります、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、じゃあ行きます、はい、This is the fashion。 今日もありがとうございました。ありがとうございました
コートも着替えなくちゃね。本当ですよ。あ、そうです、はい、コートも着替えなきゃいけませんね、はい、でもすでに3週間に1回ぐらい毎日着替えても、毎日1ヶ月1回になっちゃうかな。出張にも 2、3着いりますね。そうだそうだ、はい、うん、ね、出張先に送っていただいて、送っていただいてね、はい、来て送り返し、うん、ね、1日2回は着なきゃね、着ないと、はい、はい、なりません、ね、ぜひです。っていうか本当に2回ぐらい来てほしいね、はい、来ていただきたい、素敵なんで、いいもの、はい、じゃあ、ありがとうございます、失礼いたします。